にちは。私たちはリベリーです。よろしくお願いいたします。はい、リベリーのリーダーをしておりますコノです。よろしくお願いいたします。コノ。はい、リベリーの MC 担当19歳キナです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということでやってまいりました、ラジカラヒラシマ。ということでね、はい、今日ね初めて私たちを見たよって方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、実はですね昨日からこの富士グラン広島にやってきておりまして、はい、今日が最終日ということ で、ね、この時間がいよいよラストのライブということでね、すごく寂しいんですけども、改めまして愛媛県からやってまいりましたダンスボーカルグループのリベリーと申します。普段はね愛媛県を中心に中国、四国、九州、関西などでねライブ活動をしているんですけども、いや久々にね半年ぶりぐらいにこの広島にですよね。昨日はちょっと一泊したんですけども、はい、夜はもちろんお好み焼きをいただきました。いただきました。この1階にある電光石火というお店で食べたんですけど、ご存知の方いらっしゃいます？あ、はい、はい、もう超有名なごめんごめんごめん超有名なので、ね、電光石火さんのね、お好み焼きいただきましても、すっごい美味しかった、ね、美味しかったし、なんか私結構薄味というか自分で味付けしたい派だから、なるほどね、中が麺になってて、うん、その中に味付けがされてなくて、そうだね、生麺というか酢麺、そう、なかなかそういうお好み焼きを食べたことがなくてびっくりしました。そう、まずね、麺が入ってるっていうのに馴染みがないから、私たち、そう、道浜焼きっていう愛媛県の道浜の方にある郷土料理で似たようなやつもあるんですけど、なんかね、そっちは結構味が濃いめというか、中までね、そう、中にあるそばも味がついてるから、なんかすごい不思議な感覚でね食べたんですけども、やっぱ電光石火ならぬ雷が打たれたような、そうですね、ね、スタンガンに打たれた美味しすぎてうまいってなってたよね。いや、またねちょっとね広島グルメね、もっともっとね、はい、見つけたいなって思ったらね、ぜひまたね広島に呼んでいただけたら嬉しいなって思いつつ、で次はさ冬ぐらいに来て柿鍋と、あー、いいですね、柿も目いっぱい食べたいですね、食べたいですね。はい、まあ本当にね久々に広島に来れてね、私たちもすごくすごく楽しんできたんですけども、はい、いよいよ今日が最終日で、今日愛媛に帰ってしまうとのことなので、皆さんよかったらねリベリーという名前だけでも今日は覚えてくれたら、もう私たち最高の気分で愛媛に帰ることができますので、ぜひ今日は一日というかもうすぐ終わりますけども、そうですね、はい、最後まで一緒に楽しんでもらえたらと思います。改めてリベリーと申します。最後までよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは続いての曲、リベリーの、オリジナル曲になります。聴いてください。最高にハイになって楽しんでいきましょう。アウェイティットタイム。
Thank you.
We'll be right back.
皆さんこの後もですね、この富士蔵広島でのお買い物お楽しみください。以上、リマイアメモリー、あなたの記憶に残りますように、リベリー。